ちは。こんにちは。今回は関ゴルフクラブ目黒にやってきました。なぜ今回このレッスン場、まあ、レッスン場でやってますか。そうですね、レッスン場と、まあ、物販もチューンアップやったりとかクラブも全て販売してます。はい、やってます。で、そこにやってきた理由はですね、私、クラブを今回悩んでまして、特にアイアン、それを相談するために関さんのところにお邪魔しています。で、そのアイアンがもう一番長く使ってて、はい、4年かな4年以上長いですね、はい、使ってて、それがオノフなんですよ、はい、オノフのレディースの A シャフト、 A シャフト、はい、とにかく変えるしかないなと思ったんで、はい、飛距離を7番アイアンで理想ですよ140ヤード飛ばしたいんです。お、今いくつ飛んでる。今135。まあ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 、女性の中ではすでに飛んではいますけどね、はい、さらにっていうね。で、これをレディースのクラブで実現させてほしい、はい、っていうのが私の一番の思いで今回はやってきました。一応飛距離を伸ばすということは結論から言うと可能です。クラブっていうのは長ければ長いほど飛びます。で、重ければ重いほどもちろん飛びます、まあ、トンカチが重いと軽いのとね、はい、同じ力加減で打つと全然違いますでしょう。で、メンズは、今、重いんです、長いんですけども、長さは背が高いのでまあいいとして、はいはい、ただ重すぎるんです、うん、で硬すぎるんです。硬いです。もうね、3ホール目ぐらいからだんだんもう体がついてこないっていうか、うん、もう最後の方はもうクラブに振られてるから持ってかれちゃって、うん、全然スイングにもならない、ね、そうですよね。で、じゃ あのレディースにするかっていうと、レディースは今度は、重さと、硬さはちょうどいいんですけども、うんうんうん、長さは今度女の子用とか、まあ、短くなってるので、もう少し上手ですから、もうちょっと長いクラブでもミート率は下がらないはずなんですね、うん、なので、まあ、このクラブをじゃ いいとこだけ一緒にしちゃえばいいんじゃないかって思うんですよ、はい、うんうんうん、でもそんなことって可能なのかなって。いや、もちろん可能です。結構特注で難しそうだなと思ってて、うん、あ、これは、案外知らない人も多いんですけども、メーカーさんは、特注対応っていうのをカスタムオーダーっていうのをしてもらえるんですね。シャフトの長さを長くしたりとか、バランスを重くしたりとか、うんうんうん、その程度のフィッティングカスタムであればほぼ無料。無料ですかね、うん、ほぼ無料で、値段は上がらずにやる、できるんです。じゃあ知らなかったでしょ。知らない。絶対もうオーダーメイドにしたら 1.5 倍とか、うんうんうん、そうなんです、うん、まあ、その分だけ2週間ぐらいはこう納期はかかっちゃうんですけども、そんな待つで長く使う、全然何年も使うものなんで。そうなんですつまり、いいところを全部叶えたクラブを、まあ、私に合ったいいとこ、はい、まあ、他の人に合うか分かんないけど、私のいいとこ取りってもうとにかく背があるんで、はい、だけどパワーはない、どう考えても筋肉もないですし、うん、なんで重さはレディース、はい、シャフトの長さはメンズ、はい、バランスは好きなバランスにしてもらうっていうのがもう夢というか理想なんで、はい、それを今回オノフさんと関さんの、はい、コラボレーションというか、こう意見を元に、はい、お願いします。はい、オノフの寺尾さんに新しいクラブの変わったところやいいところ、まあその他いろいろ紹介してもらいたいと思います。お願いします。はい、ではアイアンで新しいところのご紹介というところなんですけども、はい、まず構造的に今お使いいただいているものに比べると、もうアイアンがですね、非常にボールが上がりやすくなってます。上がりやすくなってる、はい、というところのまず秘密としては、はい、グラビティコントロール設計というのをしてまして、まあ、単純に和訳すると、まあ、新重心設計、まあ、重心が深い、重心が深い、うん、非常に重心が、まあ地面に近い、地面に近い、はい、近い、まあ、重心が低
低く下がってます、うん、まあ、そうすることでボールが上がりやすくなってるっていうところ、うんうん、あとはこのちょっとね見えづらいんですけど、この内側の、あ、なんかこの中がそうなんですよ、このキャビティのところが結構変わってるかも、はい、内側のキャビティのところがですね、ちょうど半月板状に薄くなってるんですけど、これこの新しいモデルから搭載してる新しい技術なんですけども、なんでなってないですねなってないんですよ、ハイリパルジョンソール設計となってまして、非常にソールの、まあ、ここ単純にこう半月板に薄くなることで、この中心の部分が、ここの部分がこう、まあ、手でちょっと触りにくいんですけど、こう触ると薄くなって、なってます、はい、これによってどういうあれがあるんですか。非常にインパクト、まあ、ボールを打った時にソールの部分が非常にたわみやすくなってくれるので、たわむ、はい、反発力が上がったりとか、まあ、結局反発力が上がると女の人が一番結構悩みやすいボールの飛び出しスピード、はいはい、初速っていうところも助けてくれたりとか、そうすることで最終的に落ちてからのランも稼ぐこともなりますし、最終的な飛距離アップ、やっぱりそのボールが単純に強くなっても上がっていかなければただ難しいクラブになりがちなので、うん、まあ、上がることが大事ですからね。まずは優しさが一つということで、楽に上がって、かつその分ボールが強くなる、初速が出て、トータル飛距離が稼げるよ、まあ、距離が出るよというような、まあ、構造になっています。7色のシャフトを並べてもらいました。標準のパープルの組み合わせと、あと白、まあ、ホワイトですね、スノーホワイト、あとシルバーパープルと呼んでるんですけど、ツートン。はい、まあ、これはちょっとね短く見えるとかっていうちょっとそういった工夫もします。あとグリーン、アップルグリーン、はい、オレンジ、オレンジ、ターコイズブルー、ピンク、ローズピンク、はい、なんとこんなにたくさんの色があります。シャフト7色、グリップ5色の35通りから好きなお色を選べますよというサービス。グリップも5色なんですね、はい、標準のパープル合わせて5色、すごいですね、うん、では早速、はい、関さんに見てもらいながら、はい、私の最強のクラブを作るためにやりましょう。お願いします。一応、打ち出し角7番の打ち出し角としては、はい、適正ですし、はい、バックスピンも入射の角度しっかりダウンブローに出てるので、うん、バックスピンしっかり出てます。初速も出てますし、クラブスピードも女性としてはかなり速い部類です、ね、女子プロと2メートル、3メートルぐらいしか変わらないぐらいになってるので、これが標準なんですけど、これはメンズの長さで、レディースの硬さとで、シャフトもレディースの A シャフトですね。 A シャフトです、硬さと重さ、はい、じゃあこれでやってみたいと思います、はい、でもこう正直も構えた感じが楽いつももっとこう頑張ってこうなるように足広げるんですよ。だけどもうこうやって構えれるからもう構えが楽ですね、スッて。もうめっちゃしなるシャフトが、うん、シャフトがめっちゃしなる。スピン多いんじゃないかな、ちょっとスピンが優先スピン、ね、これはどういうことですかでもね、すっごいもうこの辺でめっちゃしなりますね。全然違うもんね。これある意味さっき9000入ってたし、これも6、7センチ近いじゃないですか。これだけ擦れ、まあ擦ったら飛ばないはずなんですけど、擦れてるのにさっきと、まあ、5ヤードちょっとぐらいしか距離が変わってないってことは、捕まれば絶対に飛距離は伸びるはずなんですよ。だからそのさっきよりもフェース面が開いちゃう要素が何なのかっていうことですよね。まあ今までお使いのクラブが140ちょっと飛んでたんですけど、それからすると、もう少し長くすれば飛距離は伸びるはずなのに、なのに、伸びない。伸びない。おかしいなと。おかしい。で、いろいろ考えたんですけど、はい、グリップをやっぱりこう純正から変えてらっしゃるんですよ。かなり重くして。これはですよね、メンズのグリップで、こっちはレディースのグリップで軽いグリップが入ってるんですね。で、それでバランスがこう出てるんですけども、こっちをメンズのグリップにすると、当然ここの部分が重くなるので。
バランスって言って線あのヘッドの重さですね、うんうん、が、軽くなるんですね。でそれはわざとその手元が重い方が好きということで、でメンズのグリップを入れることで太さも握りやすくなってるし、手元が重くなる分だけバランスが軽くなって振り遅れ、まあ、先端が重いってことはよりこうトンカチのハンマー効果が高いっていうメリットもあるんだけども、デメリットは先端が遅れやすいっていうのがデメリットだから、まあ、こんな感じでさっきは140ちょっと飛んだ時、自分のクラブの時には3000回転ぐらいで収まったんです。そうですね、でスピン量がそうで100、200回転弱ぐらいだったの、ね、左回転で軽くドローだったんですけども、倍になって逆のボールになったんですもんね。そうなんですよ、バックスピンが増えてサイドスピンが右にかかってるんで、これいわゆる擦れボールってやつなんですよね、はいはい、擦れちゃってる。ただ長いから飛ぶはずなんですよ。飛ぶはずですよね、うん、なのでこの長いクラブにこんな感じでちょっと応急処置ですね。そうです、はいはい、まあ、これもちろんこのクラブでこれであの完成です、これじゃなくてできましたフィッティングとしてあのメンズのグリップをつけたらどのぐらい重くなるのかっていう感じで、まあ、ここに鉛を貼っちゃいます。6ポイントも違ったんですよね。そうです、こっちはあの元々レディースのクラブなんですけども、もともとバランスいくつでしょう、 C3 です、もともとレディースのクラブで C3 っていうバランスだったんですけども、メンズのグリップを入れることでこっちが重くなっちゃって、こっちが軽くなっちゃって、うんうん、はい、そのことによって C0 っていうバランスになっちゃったんです。 C0、はい、3から0 C0、 ね、バランスが軽くなっちゃった。ただその分だけ先端がこう振り遅れなくて振りやすくなってたんですよね、うんうん、でそれをこっちの新しいのにしたら、まあ長くなってるのもそうですけども、はい、レディースのグリップも入ってるのもそうなんですけど、 C6 だったんです。おお、0と6、そうだいぶ違います。そうなんでやっぱり6ポイント先端がこう重いからちょっと振り遅れちゃってフェース面が開いちゃったんですよね。それでこう本当は長くしたから飛ぶはずなのにおかしいみたいなことになってました、はい、じゃあ早速その変えた方、はい、これ重くしたのでこれでちょうど C0 ぐらいになってるはずですから、はい、これであヘッドが軽くなった、うんヘッドが軽くなりました。はい、今はどうだろう。捕まったですね、うん、めっちゃ捕まっちゃった、うん、おーおー、わけわかんない距離になってる。でもスピンも5000切りましたね。もう一回まっすぐ出るまでいってみますか。どうだろう、おー距離さっきと同じぐらいまで増えてきましたね。スパックスピンが多いな、うん、まだスパックスピンが多いですし、サイドスピンも600回転弱かかってるのでまだ開いてる状態です。でこれ実は前、うん、あの最初のクラブよりも擦ってるのに飛距離が同じぐらい飛んでるってこと、実はすごいことで、そうですね、確かにそう。これもし0回転もしくはちょっと左回転になったら、うん、もう5ヤード10ヤード飛ぶんですよ、データとしては。150ヤード届きました夢の140を大幅に、ね、140が目標だったはずなんですけどね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果、はい、飛距離伸びましたね。伸びましたね、はいはい、でもこう長くしてみて少し変わった点がいくつかあって、スピン量が増えちゃったことと、はい、バランス、そうですね、はい、うん、というのも私のクラブがもともと手元が重かったっていうのもあって、そうです、ただ伸ばしただけだとスピン量が多くなってしまいましたね。そうですね、はい、なので、まあ、あのそのまま長くするだけじゃなくて、メンズのグリップを入れることで、そうですね、はい、でバランスを今あのお使いのものと同じような、C0 ぐらいまで持っていく、うんうんうん、そうすることでヘッドがこう振り遅れなくなって擦れなくなって長くなる分だけ飛ぶと、うん、以上で、これが仕上がってくるとまた私それを使ってラウンドしてみたいと思います。はい、どうなることやら、まあいい結果が出ると思ってるんですけど、はい、はい、出しましょう、出しましょう、はい、7番円で140ヤード目指せ、目指せ140ヤード頑張ります。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。